皆さんこんにちは、ずーちゃんです。ずーちゃんです。今日も動画見てくれてありがとうございま す。私と文旦は結婚してもうすぐ1年経ちますね。おお、結構経つね。そうで、この1年が私的にいろいろ思ったことがあって、それを全部まとめて動画撮ろうかなと思ってます。那这支影片呢就跟大家讲一下我们两个觉得就是结婚之后我们两个改变的地方。因为我们两个做要小整理，所以现在文旦帮我把小抄放在后面。我们今天呢整理了三个我们觉得结婚之后就是有改变的地方跟大家分享。首先是第一个，本当に家族になったことです。ざっくり。結婚したばかりの時に何も思ってなかったんですけど、なんか徐々じっと来る感じがします。じわじわとね。そう、じわじわとですね。例えば何かを申請しに行くところとか、奥さんで呼ばれたりとかして、最初全然慣れてなかったんですけど、でもこのうちにとの慣れてきて、なんかでもやっぱりすごい不思議な感じがします。そうだね、俺もなんかね、ルーちゃんがまだ他人から奥さんって呼ばれるの正直ちょっとまだ慣れてなくて、でもやっぱり呼ばれるとやっぱりちょっと実感するなって感じ。あと私もともとみんなと話すときに文旦のことは彼氏って言ってるんですけど、でももう彼氏じゃないから、いつも主人って言ってますよ。で、主人で言ってるたびにすごい自分がちょっと幸せな気分になるっていうのがあります、うん、俺結構友達に嫁って言ってるけどね。奥さんでもいいけど、俺なんかね嫁ってよく言っちゃう。多分昔からオタクで、これこれは俺の嫁みたいな感じでさ。誰が嫁だった？わかる、天使ちゃんでしょ。まあ僕の天使ちゃんになったわけですけれども。なんかファンに殴られるわ。それでね、俺はねいつも友達とかには嫁ちゃんとか嫁とか言ったりしてますね。で、私はいつも会社の人にもそうだし、主人で言ってますね。主人ってなんかかっこいいね。なんかちょっと嬉しいわ。うちでも文旦は結構主人で聞いたらすぐ恥ずかしくなって、あんま慣れないねやっぱね。慣れてください。あと一つすごく思ったのが、文旦の会社が職域接種ができて、私が文旦の妻になってるから、私も常に一緒にワクチン打つことができるんです。それがすごいありがたいんですよ。彼氏彼女の関係だとできなかったんで、それはね結婚してよかったなって思いました。私も文旦に言われた時に、まあもちろんすごい嬉しかったし、あ、やっぱり私たち結婚してるなとか、すごい実感が来た瞬間でした。まあ俺もなんか予約取る時とかね、妻の何月何日お願いしますみたいなのもちょっと嬉しかった。言いました。言った言った。書類で見るとすごい実感湧く。書類で名前、その横に妻とか出てくると、なんかすごい本当にルーちゃんって僕の妻なんだみたいな、すごい実感湧くよ。あとやっぱり結婚してるから、いろいろ日本人に信頼されるっていうような言い方ちょっと変かもしれないんですけど、例えばこの部屋を借りるときに、一緒に住む人同居者じゃなくて、妻ですとか家族ですって言ったら、仲介さんも、あ、なるほどなるほどって何も言われなくて、もしただの彼氏と彼女だったら、多分審査とかいろいろ多分厳しいと思います。なんかたまに同居人ダメのとことかもあるからね、そういう時はもう妻だったらもう一発でいけると思います。この1年はそういうところが一番感じますね。もともと私と文旦はほとんど毎日一緒にいるんですけど、やっぱり昔だったら私が外国人で一人で、いろんなところでちょっと壁にぶつかったりとか、なんかうまくいかないところが多いんですよ。でも結婚してから文旦の名前出したりとか、まあ、結婚してますっていうか言ったら、いろいろが順調にいくようになりました。まあいい方向に変わってよかったね。ディアゴ、より長い目で見るようになりました。これはめっちゃ変わりましたね。いやーね、同棲してる時には全く感じなかったことだね。注意してるんですけど、やっぱり自分だけを見てる感じがします。そう、自分の貯金は自分のものみたいな、そういう考えだったんですけど、今結婚してみると、なんか2人の貯金がもううちの資産みたいな、そういう考えになって、例えばルーちゃんが高い買い物しますよっていう時は必ず言ってほしいし、それはちょっと相談してほしいなとか思う時になりました。なんか別に阻止するわけじゃないんだけど、なんか自分のお金なので。でもやっぱりそういう家族のこととか未来のこととか思っちゃいますね。なんかお互いのを把握しときたいっていう気持ちになった。別に管理したいってわけじゃないんだけど、知っときたいなっていう気持ちになりました。でも逆じゃない？私高いもの買わないよ。今のは例えですよ。例え。いや、あと保険なんですけど、まあルーちゃんのお母さんとちょっとやりとりすることもあって、まあなんか保険ちょっと気をつけた方がいいよ言われたことがあって、あ、確かにルーちゃんの保険なんか気にしたことなかったなって思ったんですよね。私の家族とかちょっと病気いろいろあって、でそれでもう全部お母さんが文旦に言って、で私にももちろん文旦に言ってるんですけど、で文旦が心配してくれて、
なんかめちゃくちゃ研究してくれたんです。そう、今ねめちゃめちゃ研究して、いや正直ね自分の保険すらちょっと適当に入ってたんですよ。今回ルーちゃんが入るってことになってもうめちゃめちゃ調べたんですよ資料で。その中でルーちゃんに合ったプランをその営業さんと話して決めることができました。そして一番印象が深かったのが、ウェンダが前ワクチンを打って副作用がひどかったんですよ。そう、39度まで行ったんですよ。体調が悪い時に超党保険さんの営業さんが電話が来てウェンダがもう頭のここが冷たくなるシールを貼って冷えピタシート、ね、そう、ずっと営業さんと電話してたんですよ。その姿を見て私泣きたくなったんです。いやいや、なんかいい夫だな、いい人と結婚したなとか本当思いました。ちょっと照れますね。本当ありがとうございます。保険のこと見てるとねすごいね心配するようになった。あ、これもルーちゃん大丈夫かなみたいな。皆さんも保険ちょっと見といた方がいいです。感動しましたね。やっぱり家族が台湾に行って自分が外国に行ってそんな私のことを心配してくれる人がいるなんて思ったこともなくて、やっぱ泣きたくなったわ私泣きたくなったよ。なんか感動してたんです。俺はあと思ったのが、なんか彼氏彼女の時もやっぱ一人でね日本に来てすごい心寂しいだろうなと思ってたんですけど、やっぱりなんかね結婚して夫と妻になってもうさらにね、あ、ルーちゃんほんと一人だから俺が守ってあげないとっていう気持ちになりました。ねえもう泣きそう、やめて。俺もちょっとうるうる来ちゃった。泣かないでね、あなたは。で、じゃあ水目張りましょうか。ちょっと涙拭く。あなた泣かないでよ、私死んでないから。いや俺ねほんとね涙もろいのよ、私も泣きたくなった、やめて。涙もろいのよ。はい、ピザが来ましたね。ピザ頼みました。じゃあちょっと取りに行きます。第3号、責任感がすごい増えました。まあ彼氏彼女の時って法律的にも別に家族ってわけじゃないんで他人だね。そう、うん、何かあっても心配だけど彼女は彼女、自分は自分みたいなとこもちょっとあって、そういうのも私もあるかもしれない。あるでしょ。やっぱ結婚すると自分が死んだら夫が死んでる妻っていうことになるから、それはすごい負荷もかかるし大変になるだろうから、やっぱ自分の保険金をルーちゃんにかけたりとかいろいろ考えるようになりました。ねえあなた長生きして。本当に、まあ、長生きはしますけどルーちゃん殺さない限りは。どういうこと。今はまだ子供がいないんですけど、将来もし子供ができたらどんな生活したいのかよく二人で話しますね。結構ね人生プランを考えることが多くて、お金を無駄遣いしないとかそこら辺はねすごい気をつけるようになりましたね。昔結構あこれちょっとかっこいいなと思ったバッグとかあったらすぐ買ってたりしたんですけど、もうね衝動買いとかしなくなったんですよ。それも未来の家族のことを考えて。物買わないじゃなくて買い物する前にめちゃ研究するんですよ。ネットでポポーンって買うのはなくなりました。昔はよくありましたね。そう、あこれかっこいいポチッみたいなね。そうで、なんか届くみたいな。そうそうそう、よくゾゾタウンから来てたね。そうまああとね知識がなくて、まあ、例えば家を買う時の知識だったりとかローンの知識だったりとか何にいくらかかるとか子供にいくらかかるとかそういう知識には全くなかったんで、それを勉強して知識として蓄えるようになりました。そうで、私とワンダンが本を買ってそして研究してるんです。うん、でなんか人生プランのなんかフォームワンダンが作ってくれて、もし子供一人目がいたらいくらかかるのか、そうそう、小学校とか中学校とかで、それで二人の老後の生活とかもういろいろ考えてて、もう本当は正直に結婚する前に多分私心配性なんですよ。でワンダンが基本的にポジティブだから全部私が先に心配で全部やっちゃうかなとは思ったんですけど、まさか私がまだのんびりしてる時にワンダンはもうすごい資料を調べたりとか、なんか人生プランのフォームを作ってくれて、ワンダになんかプレゼンテーションしてもらってなんか私が、あ、うんうんうん、あ、そういうことか、うんうんうんになって、本当この人と結婚してよかったなとは思いました。二人になったらやっぱ家も買ったり車も買ったり子供に費用もう全てねかかってくる費用が決まってるんですよ大体。うんうんうん、そこをちゃんと見定めて家とか買わないとそのあとが後悔することになるんですよ。そうですね、私たち最近すごい家見てるので、どんな感じの家買うのかどういう面で見るのかそれも全部合わせてウェンダがその人生プランに入れてくれてます、うん、もういくらまでの家だったら買える、いくらまでの車だったら買えるとかも全部想定して、ここまでいけるんだっていうのをちょっとポジティブに考えて
生活してます。そう、そしてさっき面白かったのがあのちょっと家色々見て意外に家具とかお金かかるんですよ、うん、でそれでウェンダーにちょっと車を安いものにしてくれませんかとかウェンダーに言って、ウェンダーがうーんになるのがまた可愛かった。そう、もともとちょっといい車買おうかと思ってたんですけど、うん、まあそこはちょっとねランクを下げて、私があまり車に対してなんか別にこだわりがないんですけど、うん、あのやっぱり男のロマンということで、ウェンダーはすごいあのこだわる車の車種があるらしくて、でもそこは私も各こだわりたいから、でそこで2人すり合わせてこっちをちょっと減らしたりとか、その話もよくします。正直にこの動画を撮る前に話すことはあまりないんじゃないかなと2人がちょっと心配で、うん、でまさか喋り始めるとなんか意外に多いんです。止まんないね。そう、止まんない。まだ余裕あるんですけど、多分結婚して2年目、3年目、5年目とかまた気持ちが変わると思うので、その時にもし YouTube また撮ってるならまた撮りましょう。まあ強運少女ではないかもしれないけどね。そうですね、最近新しい名前を考えてます2人で。あのもし子供ができたらさすがに私少女で言いたくないんですよ。でなんかその名前どうしようかなって2人がよくこんなつまらない話しててそういう未来の話するの楽しいんですよね。じゃあこの動画もここまでにしましょうか。はい、いつもありがとうございます。皆様ありがとうございます。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。 See you next time。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。